クイズライバルズ。クイズライバルズその後編になります。さあ USG ハウスに今まだいるわけなんですけれども、この後はゲーミングルームを見せていただけるということなので、ライバル選手早速よろしいでしょうか。大丈夫。じゃあ見ていきましょう。振り返っていただければ、そこがゲーミングルームです。ガンゴ選手、はい、ハローこんにちは元気してました？元気、お元気です。お元気ですか、はい、ガンゴ選手好きな日本語ありますか？これできるか大丈夫？大丈夫、何でも大丈夫。とりあえず言ってみよう。あじゃあ2番。好きか、好き、好き、あ好き。カメラに向かって言ってみて、言って。好きがいいよどうする？こんにちは。こんにちは。今日、今は何してたんですか？今はちょっと感染してるんですよね、今のジャングルを。あめっちゃ変わったから、勉強しないといけないんですよね、今。好きなチャンピオンでは、まあ、みんな知ってると思うんですけど、リシンが好きなんですよね。あそうですよね。リシンか。思いつきましたね。思いつきましたね。皆さん、カスメディアクイズ行きたいと思います。ちょっと待って。は？何すか？カスペディアクイズ行きたいと思います。カスペディアクイズ問題です。新しいリーシンのスキン、プレイメーカーリーシンのスプラッシュアートの中で蹴られているボールを演じているチャンピオンはどちらでしょう。 A. アムム、 B. ラムス。さあどっち。じゃあ一通りゲーミングルームを見せてもらったんで、前半でね、はい、ガリル選手が、僕覚えてますよ、海行きたいって言ったじゃないですか、はい、海行きましょう、海行きますか、行きますか、はい、どうすれば行こう、どうすれば行こう、海行こう、海行くよ、海行くよ。あ、みんな来てくれますね。海だ海だ海だ。いやー来ちゃいましたよ、海ね、ガリル選手来ちゃいましたね、カスミオさん。俺あの去年使わなかった、見てこれ、新しい海パンもね用意してきたんだ入っちゃう。僕はちょっとあれなんで、勝代さんだけ入ってみてもいいですか。本当に俺いいの、いいの。じゃあ俺ちょ行ってくるから。ういっ、いやー気持ちいいね。あ何やってるんですか。いや海でしょ。いや気持ちいい、すっごい濡れたけど。あ思いついちゃった、ガリュウ君思いついちゃったよ、思いついちゃったよ。カスペリアクイズ行きたいと思います。カスペリアクイズ問題です。ミスフォーチュンやガングプランクなどが所属する荒くれ者たちの町の名前は何でしょう。 A. ビルジウォーター、 B. ビルジマウンテン。さあどっち。わあ、さあ本日はアンソールドスタッフゲーミングのゲーミングハウスにお伺いいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ私としてはガリアル選手の部屋も見れましたし、カルボナーラは美味しかったし、あと海も行けましたから、まあ大満足の小旅行だったのかなと思います。さあそれでは最後にもう一問カツペリアクイズいきたいと思います。さあこの3つのイラスト、剣と銃とオレンジ、これから連想されるチャンピオンは一体どちらでしょう。 A. フィオラ、 B. ガングプランク。さあどっち。さあそれではカスペクイズも以上となりました。それでは本日はこれで終わりたいと思います。またどこかでお会いいたしましょう。さよなら。